あの、最初から、その、社長の長島さんがおっしゃるのは、やっぱり、新しく、やはり、用意しておくというのは大事なんで、中でも日本はですね、最初に金を出すというので、必要な技術を取っても、世界で最先端を引き出す技術がたくさんあるわけですね。ところが、それがですね、本当に本気でこれをやらなかったら、よくなくて、全部を取られてしまうので、シェアをどんどん取られてしまう。この実態をやはり、どうするかというと、観察してくれないように変えます。そういう中でも、原発の日本では、一人で早めてきたという形なんで、まあそうですね、あの、再生可能エネルギーというのは、今、多分ですね、経済界にとっても、成長の変異だと思うんですね。つまりかつですね、それから、例えば、それから全体で言うとですね、まあ、15年ぐらい、年率にして20%、30%の成長を取れてですね、これ以上、あの、成長率が高い産業というのは、価値のある人を意識しなきゃなくてですね、そこに、まあ、日本の産業のあり方を変えていく。これは別に、環境政策ではなくて、産業政策としてそこに、国のあり方を持っていくというのはですね、今、本当に問われている。そうですね。はい。という議論を受けていきたい。はい。あの、エネルギーはですね、今の時点で、本当にどれがどれがいいのかということを、正確に予言できるようになる。だから、あれを見ていただきたいので、やはり、これはどうでしょう。どういうものを育てていくという点で、もう全面的に取り組んでいくという点で、そして、政府としてそこにも、この人はアクティブを取り組んでいきたいというふうに考えています。もう一つ、あの、皆さん非常に重要なご提供されたと思います。この制度を決めるにあたって、国民をしっかり信頼するということをですね、でこの間、ずっと法制全体、それを国民が対応して、議論を進めていって、感じるのは、いや、日本の国民ってこんなことなんですよ。つまり日本全体のことを考えて、しっかり行動していただいて、結果を出していただいてますから、そこは国民の全体的に信頼をしてお願いしますということだと思います。それも一方で、やはり気をつけなければならないと思います。皆さんの味について、そういうことを、本当はしっかり健康を守っていただけならない、体が重要で倒れるというような方を、絶対避けなければいけません。そこは、有効に使っていただいて、熱中ならないような、ご安定とかも最大限、あの、健康だけは、事故の解明をきちっとしたので、その先、きちっと乗り越えられるような
ってきました。大島さんはこのステップ1から出てこの流れに行きます。私はの専門から出ますので、専門を持った発言ではないんですけれども、やっとの例を見せていただいてですね、着実に、やっていただきたいなと考えておりますし、それがまずは東大原発事故の課題だというふうに思っています。で、要はこのような事故が起こった際ですね、東京電力だからここまで威力もあるし、できたんではないかという気持ちもないわけじゃないので、それは様々原発を持った電力ってありますけれども、やはり中小の電力会社になると、あれだけのスタッフをですね、導入できる方があるのかっていうのはやっぱり素朴に疑問を持っていてですね、でこれはもちろん収束に向けてやっていただいてですね、そこはそこでやっていただきたいんですけども、政府としてですね、仮に渋谷区電とかですね、政府が起きた場合に、中小の電力会社になります、政府がまさにこう直接関与しないといけない場合も出てくると思われますので、そこに向けたこう対策というのを練り上げていきたいなと思います。当然地球団員のものがあります。そうですね、両面あると思いますね。東京電力というのは確かに電力会社の中では最大の事故を起こりますので、対応していて、自社が多くなったという面はあると思います。大きいもんですから、なかなかこう、うまくいかなかった部分を当初は感じて、でそこは東京電力だったから良かったとも悪かったとも、それだけがなかなか言い難い面があります。ぜひこれはご意見を聞きたいのは、東京電力の皆さんもちろん頑張りますけど、東京電力だけは頑張ったからなくて、ここは大阪ファンなんです。メーカーの皆さんも自分たちのだろうですから、全然的にそうってやりました。でさらには今回は建設関係の方に本当に頑張っていただいて、大量に人を送り込んでですね、この事態に収束に向かって、大阪の瓦礫の処理から出ていなくても、さまざまな取り組みをやっていただいています。そしてそこに、海外からも技術者の皆さんに入っていただいて、現地外国人の方もですね、そういう事業の方はいていただいて、そこの総合力なんです。でそこは、もうまさにもう原発の是非は、もう日本の底力が試されているところですから、第2セットも力を借りて、しっかりやっていきたいと思います。でその当社の組み立て方でいきますと、来年の1月をめどにこの現象の中の温度が100度未満になる低温設置状態を成り立たない、こういう目標を立てていたんですが、溶けた燃料の状況とかそういったものを総合的に判断して次の問題を探すと、次の問題を探すとですね、私はですね、この間ずっとこうやってきてですね、政府は楽観論には立たないことです。ですから、これから3ヶ月、からですね、1月の間で達成するという目標を立てますので、この3ヶ月から6ヶ月の間に必ず達成するという目標は変える必要はないし、変えたくないと思います。で、鍵はいくつかありまして、一つは右の処理施設をもう一つ安定化させることですね。東に入って安定化はしてきましたけれども、まだ2つのこの機械で頼ってますので、もう1個ですね、8月そうです。でそこが安定化してくると、右 の, 量もですね、かなりグッと減ってきますから、海に流れ出すという時はもちろんなんです。いわゆるその循環機械で施設のこの機能もさらに強化していくそうです。でそこが安定化してくればですね、注水できる水の量も増えるわけです。そうすると、温度がずっと下がってくる、そういう選択肢が増えてきます。この2つがやはりポイントです。もう一つは最終的に県民の皆さんに、福島県の皆さんや国民の皆さんに安心していただくためには、外に放射能が出ていないという状況をですね、しっかり皆さんにお示ししなければなりません。もう極めて限定的な量しか出ていないです。これをさらに下げて、これならば安心ですという状況ができれば、いよいよ新しい電力を作ることができる。はい。で、長谷川さん、次回がこの福島原発事故というものを、かなり誤解されていた面もあるように思うんですけどもね、今の大臣の現時点での認識、どうお聞きになりましたか。
私は、まあ、あの素人ですから大臣の今言われたことをそのまま粛々と進めていただくということに尽きるんですけど、その中でですね、やっぱり現場の皆さんが本当に決死の思いで頑張ったということを大臣もちゃんと認識されているということは極めて大事でありまして、素人目で見てもですね、確かアメリカ製とフランス製のあの汚染場浄化する機械を買ってですね、あちこちでこんなにしょっちゅう漏れが起こるなんてのはおそらく日本製だったらありえないことを、もう本当に決死の思いでですね、もう修理の修理を重ねながらちゃんとああいう状態に持っていったというのは素晴らしいと思います。一方で、この原子力の強さに比べて、日本はどうしても欧米に比べると、トータルリスクマネジメントということが苦手な国民性ですね。自分の家の自戒も超えて。したがって、土屋さんがおっしゃったようにですね、やっぱり、レッスンランドというか、これでの教訓を得たんだということを、本当に国際機関も入れて、多く見直してですね、で、これを次に、もし毎日、日本で起きないことを思いますと、世界のどこかで起きたときにも、これが教訓と生かして生かされる。そういう体制を作ることは極めて大事じゃないかと思います。はい。もしくは、まあ、フランスとアメリカの説についてコメントがありましたけれども、本来は1年、2年かけて作る設備を、わずか2ヶ月から3ヶ月で作るんですね。ですから、これは全てやはりメーカーの責任にするわけにはいかないと思ってます。で、その、十分な準備ができなかった機会を動かすために、現場の皆さんが大変なご苦労されたことは間違いないですね。で、ここをですね、日本の一つの、経験としてですね、支援でしたけれども、3つ目の機会は日本のメーカーにお願いをしております。ですから、国際的なプロジェクトもありますので、様々な力を借りて安定化させると、ご心配いただかない状況ですね、早期に、作りたいと思います。はい。柏木さん、一言。やっぱりこの事故っていうのはね、すごくその栄光を残す範囲が大きいんですよ、世界的に。とエネルギーセキュリティの問題、CO2 の問題。CO2 の問題ってのは国境を越えたエネルギーセキュリティですから、まあ、そういう意味では、この事故によって、これが日本のこれを乗り越えてね、どうやってその世界に、この我が国が技術立国の本として発信していくかというのは問われてるんだと思うんですね。ぜひ、よろしくお願いしてください。小島さん、一言。私の 原発事故でですね、まあ、今収束に向けて働いていらっしゃる労働者の方々、また避難されている方々、健康へのですね、リスクがないように十分管理してですね、犠牲者が出ないようにしていただきたいというふうに思っています。はい、大臣、ちょっと画面で警戒区域、それから緊急時避難準備区域という、はい、この福島のですね、今の厳しい状況まだ続いてますよね。で、昨日もこの計画的避難区域の中に含まれている飯舘村の菅野村長が昨日の政府の説明でですね、総理も福島に入られて説明されたけれども、その飯舘村、画面で言うとピンク色の部分ですね、ここの放射性物質のですね、汚染を除去した後の封鎖に戻るかどうか、この問題について何の言及もなかったと言って残念がってました。これどうなんでしょう。今朝、村長と電話でお話をしまして、そこはお詫びを申し上げました。決してですね、この計画的避難区域のことを考えてないわけじゃなくて、警戒区域も含めて帰ってきていただけるような努力をするということを申し上げたつもりだったんですけれども、確かに飯舘村に向けのですね、言及を直接、そういう計画的避難区域という形でしなかったもんですから、そこは自分たちが置いてかれたんじゃないかと思いを持たれたのはよくわかりますので、そこはちょっとお詫びを申し上げました。で、私どもは、もちろん、一刻も早く帰っていただきたいと思いますし、それが現場の最大のですね、モチベーションでもあり、我々のですね、使命感でもあるんです。そういう思いを持ってます。ただやはり実際にですね、それこそ準備区域を解除するとか警戒区域を変えるということになると、地元の皆さんの理解が得られないといけませんので、慎重にも慎重期してやりたいと思います。はい、改めまして、第1ステップができたからすぐにどうこうということじゃなくて、まずしっかりと協議をさせていただいて、準備区域からどうするかという判断をしていきたいというふうに考えています。で、もう一つ、福島ではですね、はい、国の暫定基準値を超える、はい、放射性摂取油が、はい、まあ、肉牛から検出されたりということで、生産者の方も大変不安に思っています。この国によるですね、はい、厳格な検査、はい、これは確立できそうでしょうか。はい、それが今一番与えた大きな役割ですね。安全な食料品を供給するというのは国の今役割になってますので、関係省庁とも連携してしっかりやりたいと思います。ありがとうございました。